松井よ。さて、そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命だ。身を休めろとは命じられていない。帝にとっても最初の客人か。せっかくだ、一つ挨拶しておくとしようか。ふわ、終わりへ届け。明智様禁制クロノロス。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を立たないと。あなたがいくらあがこうとも織田の外貨に変わりはない。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。抵抗か、形だけでもしておくべきか。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。これだけ炊けば必ずや本体も動いてくれよ。野心など抱かぬに越したことはない。あなたがそれを抱くのであれば、心を下げすも欲がなければ人は生きてはいけぬ。それが真理よ。松永様のお心打ちが読めぬことなど大した問題ではない。配下に先立たれることほど虚しいものもない。奥義隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。この顔が足りぬ。兵の連動もそれがしの才も。密集するからこそ危険とは悟らなかったか。幸福、あいにくだが裏切られるのは嫌いで。こんな時になんだけど、喉が渇いてどうしようもないぜ。息が切れる様子もなし。水を得たカッパ。焼かれるか刻まれるかだ。大した違いなどないよ。これにてのろしも打ち止めか。なぜもっと多く預かっておかなんだ勝家。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。砂だ、砂をかぶせ。今以上の煙を宝では命取りよ。こうして頬を詰めればあの幽霊を超えた。まさか松永様の収集品、その一端を目にしたいものだ。もうすぐだ。もうすぐ本体も。おお、まこと鮮やかな陣取り働き。それがし、いつかあなた様と肩を並べてみせまするぞ。あのお方の生き様を否定する権利は誰にもない。者ども、どれだけ押し込まれようと違反は許さんぞ。寄せられたシワをも歯のが宿跡。奴らの進軍を止めることができなかったとは。さて、ソーラ怯えか。なるほど、私の持ち得ぬ感情だ。まずはトリガシが行く。奴の泣きどころを見極めよ。共有には岡
たしなみたまえ。私向きの役目だ。おっと、すまないな。つい指を鳴らしてしまったよ。あなたのお手並みしかと拝見させていただこう。拙者も負けてはおられませぬ。お前たち、それがしを守らぬか。人は受け入れがたい事実というものを簡単に否定するのだ。今やつかされる前に、せめて人たち。このまま押せば、一気に攻め落とせるぞ。なんの、さらに険しき戦の後で乗り越えてきたな。最前線へ赴けとは聞いていない。あなたと刃を交えるのはしばしの後となるだろう。将の一人や二人抜けようと、最強は織田に違いなし。幾幕かの人を与えた。さっさはここまで。我らも続きますゆえお進みくだされ。まあ、共有今をたしなみたまえ。気迫なる彼が守らんとするはずもなしか。目覚ましいご活躍、敵味方皆が倒木しておりますぞ。どこまでも突き従う所存。なぜ私が動かなかったか。だと、死にゆく味方を助けろと命じられていないがゆえに。兵は加弾を奪われ、代わりに懸命を得たようだな。私の今が逆しき生き方だというのか。そうだ、言われてみればその通りかもしれない。ケイトではさえずり合いにすらならなかったな。立場などこの世になければよかった。フクロウ、人の道にしおりを挟むことなどできないのだ。いや、先が
ないでくれだ。私はお前たちが欲しかったんだ。始めよ。見事なものだ。火の音、死の音、いささか飽きたが耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。